You can fall again っていうのね、あのなんか変な放送してるんでね、特定されても怖いですけど、うるせえなっていうことでね、俺がでけえ声を話してね、かき消そう、かき消そうと思います。うん、あまあね、うるさいな、もう放送すごいテンションですね。久しぶりの雑談楽しいな、やっぱ録画ボタン楽しい。録画ボタン押してからとんでもないパワーですよ。もうすごい、スーパーサイヤ人になった気分だ。スーパー雑談人ね。やっぱ雑談いいわって毎回思うんですよね。やってやると、わー雑談いいなって、もう雑談いいな、雑談っていう名前っていうか、新しいその動画、まあ今日3本くらい上がるのかな、3本上がるとだろうけど、もう最初の1本の、まあ、最初の1本、みんなに身につく最初の1本かどうか知らんけど、あのもう17日とかに動画撮り終えて、やつの動画の名前どうする？あーやべえなー、最近タイトルつけるのもめんどくさくなってきたからな。あいや、すごいな、変な声でみんなを笑かそうとするって結構末期じゃない？面白人として。笑人として、ちょっと末期だよね。だから普通に雑談してます。うるさいな、もうやめてくれよー、ああ、もううるさいなっていうね。幻聴じゃないですよ、普通に外にね。なんかわかんない。おじいちゃんかおばあちゃんかどっかいなくなっちゃったんじゃないの？それ探してますよ、みたいな放送が流れてるんですけど、それ絶対特定されんじゃん。いや、そんな嫌だから。ここに出来物あります。出来物っていうかよくない、よくわかんないものがあります。うるせえな、もう黙れよ、効果が出てないか、もう光の化学煙か、光化学煙か。いや、そんなちょっと言い方変えただけで面白い笑いが取れると思うね。なあ、励めもっと。今のは笑かそうとしてませんからねっていうのもちょっと言い訳ですよね。ああ、笑かそうとしませんからみたいな感じでね、やるのはずるいよね。お心あたり、生まれてきたことに必ず意味がある。 You can fly again、ね、いや、歌うの楽しいな、やっぱ雑談いいね、みんな。でも雑談することないんでやめちゃおうかな。まあ、ヘキトラハウスか。そうだ、ヘキトラハウスの件ね。どうよって話。でもまあ、コメントしてるやつは全員気持ち悪いんだけどね、あれで。え、つまんないんですけど、みたいに言ってるやつはもう、総じてキモいよね。なんか、いや、面白い、面白くないは主観の話じゃん。そんな。それなのになんか、わざわざつまんないって言ってる。お前の神経のつまんなさと来たら恐ろしいものですよ、本当に。な、どれくらいのエネルギーがあるんだろうね。もう超新星爆発くらいじゃない。最近覚えたことがね。何で覚えたかと言いますと、トリコでございます。トリコで超新星爆発のね、単語を覚える男ってね。トリコで義務教育を終えた男って面白いですね。まあ僕で何で義務教育を終えたかと、皆さんのご存知の通り、動物の森です。動物の森です。歯がザラザラしてる。歯磨きしてないんで。歯磨きなんでしてないかってね。あ、歯磨きしようかなとか思ってる間に一日が終わるってだけなんで。はい。そういうだけなんですよ。だからしないぞっていう固い決意のもと歯磨きをしてないんじゃなくて、ぼーっとしてたら、はぁ、もう一日終わっちゃったってなってる感じですね。ああ。まあ、ヘキトラハウスの件ね。まあ、そもそも俺は、原宿にも東京にも行かないんで被害は合わないと思いますが、まあどうでもいいっていうので、なんでフジテレビはそんなの取り上げるんだって話だし、まずそもそも女性差別っていうのがなんか気持ち悪くないか。男を入れてりゃ女性差別って言われないんだけど、女性を中心にしてしまったことによって女性差別って言われちゃったけど、女性差別ってそんな強いワードか、女性差別でって言ってさ、そんな、あんたたちの顔もそんな言われるような顔じゃないよねとか、まあまあすごい非難がありますけど、俺はどうでもいいかなって思います。そんなうるさいなで、まあいつものヘキトラハウスさんのような対応してるんですけど、
まあ、4秒謝罪もねあったんで、まあ、それは4秒謝罪って最強だけどね。生まれてきたことに必ず意味がある。You can fly again。ラララララララ You get the ララ世界はヒリリッティリリッティリッティリリリ大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の歌うとやっぱ嫌だな。ドキドキしちゃうよってリリリリ。でも俺何がムカつくかってさ、なんかそこら辺の周辺の動画まで全部にさ低評価つけるやつキモいよね。大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで触れ出して You can spend a la 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 何度でもでもなんかすごいよね。正義なわけないじゃん、そんなアンチコメントブーブー言ってるやつらが。ただのそいつら暇つぶしなんだよ。何が正義だよ。この例って本当に正義なんですかねって言ってる。正義なわけねえだろ、そんな。一人でいいんだよ、一人くらいで。そんなブーブー言うのは。なのに、みんなで寄ってたかってやってんのは。でもやっぱね、正義、なんか最近のね、人もいたんすけど、なんか、自分にはなんか障害があって、でも警察になるのを諦められない人がいたんすけど、その人がなんか警察学校ですごい、壮絶ななんかいじめを受けてたっていうので、なんか、なんつうんだろうな、それで。で、まあ、警察を辞めちゃったんだけど、まあ、そのやる理由もなんかこいつはそういうなんかひどいんですよね。すごいひどいねえ。まあその人に迷惑をかけるかどうたらこうたらってコメントしてるやついたけど、夢は夢なんだからしょうがなくないか、そんなのって俺は思った。そんなんで諦めるほどの夢かとか思ったけど、いやそれは俺は思ったっていうかさ、いや諦めるだろって、そんなされたら。な警察学校っていう閉鎖的空間でやられて、でなんかもう半ば強制的に辞めさせられるようなもの。うん、警察っていうかもうそれ環境が悪いんだけどね、そんな。なんかひどいですよね、警察の闇っていうか。平気で暴力を行うって言ってって、まあなんか心苦しくなるよね、そういうのがあるんだって思っちゃうとさ。その何なんだろうね、その日本の学校っていう趣味は誰が作ったんだろうね。なんか閉鎖的空間で閉じ込めて、その中になんか違い方権じゃないけどさ、違い方権で使いたかったからってわけじゃないよ。いやそうだけど、なんかキューってなっちゃうよね。うん、暴力振るっていうわけないんだよね、ダサすぎるもん。でそんなことをしてて正義を振りかざすってやっぱダサいよな。正義ってないからな、そんなもん。まあ自分が正しいと思ってることをやるとき人は怖くなっちゃうからね。まあそういうのもそうなんですよ。うん、ヘキターハウスさんのまあ動画的には問題もあったかもしれないけど、それでみんなが寄ってたかってやるのはもうダサいにも程があるよね。やられていいわけがないんだよね、なんか一人でいいんだよ。第三者がブー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 言ってさ、違うなと思いますけど。うんね、ヘキターハウスは用語とかじゃなくて難しいんだよな。用語とかじゃない、どうでもいいからコメントのしようがないんですよね。だからまあ俺はやらないなって、そういう企画は。まあやらないなとかじゃなくて、そもそも思いつかまないもん、そんなの。そんなのってそれが悪いかのように言ってるっていうか、企画が思いつかなかったから、そういう企画を俺は思いつかばなかったから、やろうなんて思わなかった、そもそも。思いつくそういうひどい脳とかひどくない脳とかじゃなくて、まあ考えた企画でやりました、そしたら炎上しちゃいましたってだけで、それで炎上でなんかそうやってやろうとしているとか、炎上で数字を狙おうとしてるかって言ったら、
そうじゃないんだよね。なんか前回の反響が良かったらしいから、じゃあもう一回やろうって言ったら、ってなったって感じじゃん。って前回は良かったのに、なんか今回ってなったってわけでしょ。そういうことじゃん。ズズババ抜きゲームってまだあんのかな。ブスっていう動画全部消してたりするかな、ヒターハウス。永遠に続く素晴らしい恋を探してるなんて俺に言う。ああ、喉が痛い。舌汚いな、舌汚いな。おい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 、おいでくなった、おい。おいでくなった、おいでくなった、おいでくなった、おい。おい、おい、おい。ヘキトラハウス、ヘキトラハウス、テテン。テレレ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 テレレテレテレテテレレレレテレレ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 テ。すごい割れようだな。すんごい割れてるね。ブスババ抜きゲーム。俺は好き。その動画を最初に今消されてるけど、見た時どう思ったかっていうと、まあなんかそんな直接言わないんだなってなった。直接ひどいのはあったけど、なんかペンってなったけどね。それ以外なんかあーセーフみたいな、なんかそういうのもあったけど、まあヘキトラハウスの動画だなって俺は見てて、俺は何も思わなかった。俺はそれを見ているんだと思って、なんか何も思わなかったな。俺は何も思わなかった。その動画を見て、普通にヘキトラハウスのファンだから普通に見てた。あーって見て炎上したらしいけど、まあって思った。なんとも思わなかったな、俺は。口臭いやつの舌だった。まあ何とも僕は思いませんでしたよってお話ですね。まあみんなが寄ってたかってをやってるっていうのは、まあ集団心理ってやつか。どうなんだろうな。俺がやられたら嫌かどうかか。まあヘキトラハウスだったら、まあこんな企画してんのかってやるけど、そんななんか好きでもない YouTuber とか誰かにやられたら嫌だなって話。ヘキトラハウスだったらいいのかってなるけど、なんかあんまり印象は良くないよね。最初にアウトーとかなんか言ってて、何ってなるけど、ああそっかブスか、まあブスって言われればブスかって思うけど、まあ普通にその夜ね、枕は涙でね、ぐっしょり水枕になるでしょうね。まあブスって言われたらシュンってなっちゃうよね、そりゃね。
眠いな。俺がやられたらどう思うかって難しいな。それは何とも思わないわけはない。うわ、ヘキトラハウスさんだって思うね。ヘキトラハウスさんだってですごい雑魚になっちゃうけど。まあ。何とも思わないかも。これを他人で見てたら。いや、もしやられたらって、そんな被害妄想やだな。って適当に思うけど。まあ、いい気分はしないよねって話だよね。でも、というか、YouTuber がやってる企画をやられていい気分になるものって一つもないだろ。そんな、なんかよくわかんない。レペゼン地球の10円で乳首お触りゲームじゃないけど、お触り企画ってか、YouTuber がやってる企画をやられていい気分になることはないよ。うん、そういうもんだもん。うん。いや、嬉しいってなるもん、一つもない、多分。水溜りボンドくらいじゃない。で、水溜りボンドはよくわかんないんだ。外で人を絡めて企画するってことは、リスクが高いからあんまやらないっていうのはわかってるんだろうけど、まあ、なんかファンとなんかインタビューしてる間に気づかれず牛丼食うみたいな。いや、牛丼食ってるって俺はなるよ。うわーって、トミーさんが牛丼食ってたって。気づいたらね、なるけど。人を絡める企画はリスクが高いんだなって、赤の他人を絡めるリスクは高いんだなと思いました。まず俺、人を絡めた企画ってなんだろうな、家庭教師の先生くらいしか出演してないもんな、俺の動画過去にね。それがあんまないし、そもそもまあそもそもてかまあそのロケでやってるようなやつってまあラファエルさんくらいじゃん。でラファエルさんの企画も絶対に関わりたくないからね、絶対にって。980円の CD ボリューム上げて、ダレレダレダレレダレレダレダレレ。鼻水止まんねえ。何なの、うちのメイドがうざすぎるの、この人何なんだろうな。音が漏れてる。筋肉の人ってみんなテカテカなんだね。まあでもラファエルさんがやるような企画ってあんま関わりたくないよ。関わりたくはないよ。ヘキトラハウスさんのもうあんま関わりたくないから、ね、見てるのが楽しいんだよな、ね、やっぱ。ああ。でもそんな人を絡めた企画ってよっぽどのことじゃないとやらないんだな。人を絡めたってなんかあんまやってないな。レオレオレオレリュ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 ウリュ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 
リュ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 狂ってますね。まあなんだろうね、ヒターハウスの件で、でもな何も思わないっていうのは、まあ普通にヒターハウスさんはまた動画続けてくれればいいなって。まあブスを引きずり感はあるけど、まあなんでもね。俺ヘキトラハウスなんて企画は見てないんですよ。ヘキトラハウスの人たちが面白いから俺は見てるんだよね。企画なんて、企画力があるかないかって言ったら俺よりはあるには決まってるけど、なんだろうな。ヘキトラハウスが出てる。あ、下来たね。白い下。ホワイトベロ。悲しくなるな。ホワイトタン。かゆ。なんかもう無駄に喋ってるけどね。面白い要素どんどんなくなってるね、俺ね。まあいいか。ちょっと泣きそうになるわ、その話をすると。悲しくなっちゃうから言わないけど。いてえ。まあ何も思わないかな。ヘキトラハウスが炎上した、まあ炎上とかどうでもいいな。それでなんかみんなすごい騒いでるけど、でもどうでもいいだろ。そんなヘキトラハウスは活動を続けてくれればいいだけだし、まあしくじっちゃったねーでそれでいいと思うし、それだけでいい。まあ、な、女性差別ってのも、よくわかんないし、差別ってよくわかんねえな。まあすごいうめき声だね。心霊現象の声かとみんな疑っちゃったでしょ。普通に俺の変な声です。変な声出るよね、人間って。まあなんだろうな、なんとも思わないな、今回の件で。まあ、クレーム言ってる人ってそれでなんかあれでしょ、やめてほしいんでしょ、あの今回の件で YouTuber をやめますみたいに言ってほしいんでしょ。なんでもそうだけど、なんでもそういうのやらすじゃんね。え、悲しいよね。なんかっていう、永遠に続く。因果ざらし。なんかやばいな、やばいな、俺つまんない、俺つまんなくなってきた、俺もしかしてつまんなくなってきた、あーやばいよ。まあいいや、まあいいや、まあいいや。だから歩いて帰ろう、のんびり雲を泳いで。だから歩いて帰ろう、のんびり雲。
寿司食べたい寿司食べたい。ダルル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 ルやることねえな、ねえな、やることやることねえな、やることねえな、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 ねえな。喋ることもねえな。すごい怒ってんな。まあ久しぶりの雑談で喋ることはない。まあ嫌いな YouTuber の話でもするか。最近よく嫌いだなって思うのはバンビ。バンビのなんかサムネイルコテコテに作りすぎなのがすごい腹立つよね。あれなんかなんか YouTuber の悪の塊みたいな YouTuber だよね。 YouTuber のダメな部分ばっか全部集めてきたみたいな YouTuber じゃないですか、バンビって。ねえ、俺そう思います。俺はもうユンさんの印象もすげえ悪くなったしね。ユンさん、俺はすごい、なんか前もディスったけどさ、あんま言いたくないよ俺みたいなやつがって言ってよくわかんねえんだよな、俺みたいなやつがって。俺は俺だ、言いたいことを言わせろ。なんかすごいきついんだよね。なんか可愛いんだろうけど、なんつうんだろうな、みたいな感じしない？みんな、あの人の顔なんかね、あれだよね、鋭利な刃物だよね。可愛いの部類って、なんか可愛い、なんかスポンジのような可愛さじゃないじゃん。悪があるっていうのかな、なんつうんだろうな、癖があるっていうのかな、なんつうんだろうな、うん、そういう顔だと思うんですよね。なんかもうすごい顎のここら辺のパカッて外してグーンってなんか獲物を取って食いそうなような顔だよね。うん、まあめちゃくちゃ口でかいんだろうね、これ。じゃで超口がでかいっていうんじゃなくて、カパッゾンブサッみたいなさ、もう7メーターくらいの口になると思うんだけど、そういう魔獣の一種だと俺は思ってるんで。うん、でまあまあ、バンビさんも俺は何とも思いませんね。なんかでも最近俺 YouTube 見てないですよね、あんま面白くないから。うん、水溜りボンドももう飽きたし、面白いけどね。俺ロケ行ってるの嫌いなんで、ロケってやっぱつまんないじゃん。なんかもう水溜りボンドも有名になるのいいんだけど、ロケでこうやってピースしたりするやつら、あいつらのキモさって異常だよな。でも通ったら俺もちょっと見ちゃうもん、うわーって。でもそうした時にはもう時すでに遅いんじゃない、これがもし映ったら俺あの自分が一番嫌いだった人種キモいやつになってしまう、やばって思っちゃうよね、そうなった時。でも不可抗力すぎないか、だって見ちゃうんだもん。行こう行こうっても普通に見てる感じで、関心なさげにやんなきゃいけないんだよね、わっみたいな、わっみたいな感じでね、
わーみたいな感じで通り過ぎないといけないよね。まあ、そういうことですね。だから難しいよね、カメラの中に入ったらね、わーってわーってなるじゃん。これ動画用のカメラだって、わーあーあーあーってなっちゃうじゃん。わー、これ心の声ね、わーあーやっちゃったって、わー動画用だってなっちゃうじゃん。止まるじゃん、終わったってなるよね。あーやっちゃったって、カメラの中に映り込むキモい一般人になっちゃったってなるよね。それは避けたいよね。うん、俺はあれすごいキモいと思うから、俺はやめなければいけない。あれはね、ダメだよ。俺はああいう人種になっちゃいけないと思う。まあハロウィンでね、なんか、うん、ハロウィンありますよね。ハロウィンね、まあすごい暴れてましたけど、なんか那須川天心さんがね、ハロウィンで騒いでるやつだったら友達になれないなっていうのはすごい、なんかあのね、これむちゃくちゃ怒られるかもしれないけど、なんか変な、なんか陽キャ高校生みたいな、ちょっとバカっぽいなって思って、文章が、うん、まあそらね、そらねって感じだけどね、なれないな、いやツイッターでわざわざ言うなよって思ってね、うんっては思いましたけど、俺なんかすーごい、うんってなんか高校生みたいなね、なんかつまんない高校生のツイートみたいのしてたんでびっくりしましたね。なんなんだって、俺人を面白いか面白くないか、つまるかつまらないかで見てるって、それこそつまらない人間だなって言われそうですけど、いや面白いわって返したいですね。逆にお前がつまらないんだよって、逆にってなんかみんなミラーバリアみたいの貼ってますよね、ミラーフォースみたいなさ。まあいいですけど、まあよくわかんない人も、ハロウィンのやつは俺全員死ねばいいとか言ってる人いたけど、なんか有名な人だよね。俺はそうは思わない、普通に俺にお金くれってね。それはおかしいじゃんってなるけど、なんかみんなそう騒いでる人だ、じゃあもう俺にお金をくれ、俺に金くれってことですよ、うん、俺に金くれってことですから、収入の 50% ぐらい欲しいな。これでいいのだ、これでいいのだ、だらららら、ボンボンバカボンバカボンボン、天才一家だ、バーカボン、ボンボンボン、ボン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 。まあそんなことは置いといて、Shall we dance? Shall we dance? Dance? Shall we dance? Shall we dance?Shall we dance? Da da la 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 la。ね。歌ってばっかだな。ああ。今日言いたいことはね、まあ、寄ってたかってね、悪いことはするのやめようと。俺は昔言わしてたけどね、夢チャンネルに物申すみたいなこと言ってね、はじめ社長を土に変える温度みたいなことやってましたけど、今はね、いいかなって思ってやってません。昔はね、フィッシャーズなんだっけ、あの動画。フィッシャーズをバカにしたら面白すぎたっていう動画もやってました。タイトルは面白いんだけど中身クソつまんないんでね。まあみんな見ていいですけど、あれは不快なんで。でも俺は残します。不快も一つの作品ですから。不快なものってすごいじゃん。うん。
ブサイクなんて歩くアートなんだから、人の気持ちを揺さぶってるんですよ。うわブサイクだーってうっってなるよ。それってすごくないか。不快も嫌悪もアートの一つ、なんか誰かが言ってた。不快だなって思うのもそれも一種のアートだぜみたいな。だからすごい行き過ぎたブスって才能ですから、歩くアートですよ。価値はあると思うその人。誰かがねなんかちょっと買ってほしいよね、なんかアートとして。君はすごい、君を見てるだけでヘドが出そう、なんて素晴らしいんだって言ってね、いいものを見させてもらった。銀行口座とかなんか教えてくれて、小切手でもいいよみたいなね。そういう人いないから、うん、醜いものを見たさみたいなね。ありがとうって10億円振り込んどくよみたいなね。なんかもうブスはもうなんか障害手帳欲しいよね最低だなと思うけど、極度のブスはそれくらいもらってもいいと思うんだよな。かわいそすぎるじゃん。ブスってだけで迫害されるんですよ。これだよ、これもらった方がいいよ。うん、ブス年金。うん、イケメンたちからお金を巻き上げられるよっていう。いやーでも顔って重要すぎるじゃん人間。まあクソなんだけどね、俺も顔は重要だと思いますよ。いいよね、いい顔って。うん、でもまあブスは才能だから、それをどう武器に変えていくか。君がそれを武器に変えた時には、もしそれが武器に変えられた時はね、誰にも負けない最強の武器ができると思うな。うん、でもなんか難しいな。おトイレ行ってこよう。熊の子見ててもかくれんぼ、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 ぼ。ボーバーボーバーボー、タンタンタツ、いいないいな、いいないいな、人間いいな。お水取りに行ってきます。帰ったぞー。おかえりなさい。いちいちうるさいですよね僕の動画。まあいいや、そうだ、爪汚いよね。爪垢はね、体かいてると多分できるから。あ、お金欲しいねみんな。今欲しいもん俺なんだろうな、あんまないんだよな。直接的っていうか、もうこれが欲しくてたまらないよってものはあんまないよね。たまらなさすぎるよっていうものはない。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 たらない。
たまんねえな。もう11月だぜ、みんな。おならを出すぞ。I'm perfect. I'm perfect.いやーマジでないな、喋ること。まあそういうわけでみんなもね、寝よう、眠くなったら寝よう、それだけです。僕からみんなに伝えることは、眠くなったら寝ましょう。あー眠、寝ちゃおっかな。最後なんか贅沢ポッキーっていうよくわかんないポッキーね、食って冬の口どけ食って寝ます。僕はね、うん。うわ。
気遣い。めんどくせえ、4つ全部食っちゃおう。突然やけが、みんな今から俺は何を食えばいい？何食おうかな。どうやってやるんだっけ、あれ。まあ喋ることないね。まあこの辺にしといてしまおうかな。寝たいしね。うん。最近喋ることがないから雑談しなかったんだ。
まあいいか、適当に今話題作っちゃうか。まあ適当なトークテーマっていうね、トークテーマってトークなんて俺できないんですけど、まあトークもどきみたいなことしていきましょう。楽しければそれでいいんですよ。僕がね、みんながじゃなくて僕が楽しければいいんで。でも1時間ずっと歌うのでもありだけど、でもそれはさすがに嫌だ。自分も動画を見たいから、見返した時だから純度 100% 出すなんていうのはね、の道のりは遠いね。うん、ではバイバイ。